今回は、いいですよ、椎間板ヘルニアの痛みの出るこの3つのメカニズム、これについて皆さんにお伝えしたいと思います。椎間板ヘルニアって、ね、聞くとね、まあ、腰部疾患の中で非常に多い病態ではないかなと思われますよね。私たちの椎間板のヘルニアどうやって習うかというと、この椎間板から髄核が飛び出て、そして神経根を圧迫するから痛いというふうに解釈していると思いますね。まあ、そういうふうに学校で習ってますし、多くの医療者が、ね、そう解釈しているということが、ね、言えると思います。しかしですよ、ここよく考えてみると、まあ、例えば MRI を取って椎間板ヘルニアを確認できたとしても、症状がある人とない人がいますよね。もっと言うと、もう巨大なヘルニアがあっても意外と症状ないっていう人もいるじゃないですか、ね、だからそれを含めると、この、まあ、ヘルニアのこの痛みの出るメカニズムが、まあ、どうしてこう、ね、出るようになるのか、それを理解しておくということが大切ではないかと私は感じているわけです。まあ、それを含めて今回はこの椎間板ヘルニアの痛みの出るメカニズムというのを急性期、まあ、そのあたりまでのこのメカニズムについて紹介したいと思います。ね、まずはこの図を見てください、ね。この図は本当にこの椎間板ヘルニアの、まあ、この痛みの出る、まあ、このメカニズムを、ね、端的に表した図なんです。これ私が作ったんですよ、ね。図なんですが、この図のように、この3つと言ったのは、1つはこの椎間板ヘルニア、ね、出る時のこの損傷、ね、損傷で痛みがあるという場合と、あと2つ目、これは、脊柱管内に、ね、こうヘルニアが混入してくるわけですから、それによって炎症が起こるわけです。その痛み、そして神経根を圧迫しますよね。でその痛み、この3つなんですけど、これをね、1つずつね、ちょっとね、詳しく、解説していきたいと思います。まず、1つ目ですね。1つ目の、椎間板後方に、亀裂が生じたこの損傷の、ね、痛みですね。でこれは何かというと、まあ、椎間板がね、こうやってヘルニアが、生じる時っていうのは、椎間板をこうやってね、突き破って出てくるわけですから、当然椎間板がね、こう損傷しますよね。でそうすると、まあ、炎症が起こったり反根化が起こったりして、そのプロセスっていうのは非常に強い痛みがあるわけですね。だからもう椎間板ヘルニアを起こした最初のね、しばらくの間っていうのはめちゃくちゃ痛いわけですね。これが最初の痛みなんです。ただね、この痛みというのはよく考えると椎間板が損傷された痛みですよね。だからここの部分の痛みというのは過失とは無関係だということです。これ大事ですよね。過失とは無関係ということですね。で2つ目は脊柱管内に、ね、ヘルニアがこう入ってくることによって、この脊柱管内のこの炎症が生じるわけですね。でそれによって、この腰痛ね、脊柱管の炎症が起こりますから腰痛起こりますよね。でそれとあと過失、これも起こりますね。炎症があれば神経根、また、この脊柱管内の炎症が過失を起こしますので、これによって痛みが生じるということがあるわけです。この痛みというのはこの発症から、まあ、数週から、まあ、3ヶ月程度で、最初は強い痛みかもしれませんが、徐々に軽減しているということが言えると思います。そして最後です。最後が神経根やバビへの圧迫、ね、これによって痛みが出るということです、ね。これは、まあ、この神経根性の痛みというのはもうね、動物から人からね、ありとあらゆる研究が、まあ、されていて、まあ、この、ね、神経根や神経、ね、脊髄が圧迫されると、ね、下肢に痛みが出るということが、分かっています、ね。で、ここには、まあ、この炎症も、結構ね、圧迫した時の炎症も伴って、関係しているんですが、この炎症が関与しているということも結構ポイントなんです。だから、例えば神経根への刺激というのが小さいヘルニアでも炎症が強いと非常に強い過失が起こることがあるわけで、しかしその一方で、まあ、炎症がほとんどないような場合、大きなヘルニアでもあんまり過失を出さないということ、これが結構あるわけですね。だから、これも含めてヘルニアが出て神経根を圧迫して、それにプラス炎症が加わりますから、その痛みが起こってくるということですね。
で、ただ、これね、だいたい数週間から数ヶ月、まあ3ヶ月ぐらいするとこの炎症を引いてきます。そして出てきたヘルニアが徐々に実はね吸収されるんです。まあ、それも伴って、だいたい数週間からまあ 2,3 ヶ月するとこの痛みもかなり収まってくることが多いと思いますね。つまりこの3つの痛みというのはどの場合も急性期にすごい強い痛みがあっても、まあ、徐々にこの痛みが引いてくるね、こういったメカニズムで引いてくるってことですよ。これが非常に大事ですよね。だから実際にどの文献を見ても椎間板ヘルニアの多くは良好な経過をたどるとね、書いてあると思います。でこれはどういうことかというと、まあこういうふうに、まあ、どのタイプね、ちゃんとどのタイプで痛いかっていうことがちゃんと我々分かっていること大事ですよ。しかしどのタイプの痛みもこの炎症が引いてくる、そして、出てきた椎間板が徐々に吸収されるということも踏まえて腰痛も下肢痛も多くは収まっていくわけなんです、ね、しかし、ねこの1年経ってもね、もう長期間こう痛みはね、腰の痛み、下肢痛、これがねヘルニアの後継続する人もいますよね。これがね、なんで継続するかということはちょっと今話した話とは分けて考えないといけないと思います。そこでね、今回はこの急性期の痛みのメカニズム、この3つのメカニズムで痛みが出てるんですよということを紹介した上で、次回のブログではこの慢性化した、ね、椎間板ヘルニアの痛み、これをね分かりやすく解説したいと思います。今回のお話はここまでになります。ご清聴ありがとうございました。